バスケットボール界のスターザイオン・ウィリアムソン選手18歳。マイケル・ジョーダン以来の逸材とも言われていて、今年のアメリカプロバスケットボールのドラフト1位候補にも上がっています。しかしアメリカのオバマ前大統領も観戦した注目の試合で悲劇は起きました。試合開始からわずか30秒後、He is down, slipped, perhaps some perspiration on the floor, and the place got quiet awfully quickly. 苦悶の表情を見せるザイオン選手。なんと履いていたナイキのシューズの靴底が剥がれてしまっています。まるで破裂したかのように壊れたナイキのシューズ。ザイオン選手は膝を痛めて負傷退場に追い込まれました。これを受けてマーケットも反応。21日のニューヨーク株式市場でナイキの株価は一時 2% 下落しました。時価総額への影響はおよそ1600億円と見られています。これに対しナイキは声明を発表。製品の質は最も重要。この件は特異な例ではあるものの、問題の特定を進めている。マーケットにも影響を与えたシューズ破裂事故。今ナイキ製品の信頼が問われています。